広場とかで、こう行って、大の字で、ちょっと行って、中野岳っていうのを最後行って、この道をこっちに来るのかな、神社の方。あ、そうそうそう。石門の方はこっちな。あ、そうなの。じゃあこっちなんだ。そんでこのシャドウを描いてくるとか。さあ今日もワークマンのアクティブハイク頑張ってくれよ。頼むぞ。準備 OK。 ずっこけ少年探偵団、ね、ずっこけないように気をつけます。じゃあ行こう。まだ真っ暗だ。5時39分だけど。あ、でもうっすら遠くが明るくなってきた。よかった。西川さん、ヘッドライト。ヘルメット準備 OK。ヘッドライトなし。ヘッドライト来ないで、ヘッドライト来ないで。怒られちゃった。撮影の邪魔だとか言って。ほら。綺麗に撮れた。あー、綺麗綺麗。ヘッドなし。あー、綺麗綺麗。ヘッドあり。妙義神社徒歩5分。妙義神社で挨拶してから行くでしょう。活動開始と。市営駐車場無料のね、止めてスタートです。あ、ここか。赤門まで205メーターです。まだ体が寝てるから、もういきなり階段だ。いきなり階段でもう息上がっちゃってる。朝一の地味な階段登り。あ、階段登り切った。遠くに街見えるけど、おはようございます。おはようございます。ちょっと正面で挨拶だけすよ。いい時間になってきた。だんだん遠くが赤く。そしてここでお参りをして、渋い顔って何？あはは、本当だ。大変な道だよってことなのかな。お土産にこれ。あ、そんなのあるんだ。ガイドブック。あ、これ持っていこう。いただいていこう。一つこれ誰でも何個もあんの。あ、いただいていこう。触れ合いの道を行けば、ニコニコマーク。大の字。大の字？奥の院。大の字。こっち行ったら大変だよってことですね。行こうぜ。行ってみますか。我々、まだ。じゃあ、ここの神社、6時5分になっちゃったけど。スタートです。お願いします。ちょっと登ってきたところで獣の音がしたから、姿が見えればな。鹿かイノシシか正体が分かればいいんだけど。今でもあれですよね、石落ちましたよね。そこら辺で落としたもん。ガサ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 、すごい。上にいる時あるからね、クマが。うん、気をつけないとね。うん、鹿だと思うんだけどな。台は右。だんだん明るくなってきた。さっきも獣の気配がして、
鹿かイノシシかクマか。さあ、はじめの急登で、よいしょ。なんか獣がいたり、ドキドキしてたら、急登だしね、なかなか。汗かいちゃったからウィンドブレーカー脱ぎました。そして、テムレスももう暑いから、普通の手袋にしたね。これも何を隠そう、ワークマンの、とてもいい革手です。全然まだ問題ない範囲だけど、一応鎖はついてて長いね。鎖使わんのかい。鎖使わないのかい。せっかく鎖や絵にならないんですけど、鎖使ってくんないとつまらんやっちゃう。奥の院右に370メートル。すいません。大の字の方に行きましょう。これより先、縦走コースは、大変な道だって。見えてきた。大の字。お、グッド。景色、ちょうど日の出じゃん。最高じゃ、俺も。おお、景色いい。最高。ちょっと表大ちゃん。いや、今日天気いいね。表大ちゃん。本当だ。どうやって撮ればいいの？こういうの景色は。大の字まで来ました。この街に見えるようにこの大っていう字があるんだ。すごい。ちょっとモルゲンチックになってんじゃん。あ、後ろ。ちょっと早めに来てよかったね。貸し切りで気持ちいい。天気いいし。ちょっとモルゲンチックになってる。いい時間に来た。ちょうど。後で構図は自分で選んでもらう。iPhone の出番だったな、リフティンの。来ますよ。本当だよ、気をつけて。俺ロッククライミングができないな。その倒木邪魔だね。その倒木。倒木ですか。うん、邪魔。あ、確かに。本当はなかったんだろうね、前は。いいっすか。石ころ落としますよ。じゃあ降りよう。大の字様。ここは大の字、大の字なのかな、大の字なのかな。どっちですかね。あ、どっち、あ、大の字って言ってますか。じゃあ大の字降ります。お邪魔しました。さあ気をつけて。ゆっくりゆっくり。
お邪魔しました。結構脆いんだ。ほら、超脆い。本当だ。こんな岩出てきたらやばい。本当だ。本当だ。何これ。ダメよ、とっちゃん。本当だ、危ないじゃん。何これ。土の塊みたいな感じだね。これ、新しいんですかね。あれ？本当だ。取れちゃうもん。こういうところに足乗っけたら危ないよ、これ。本当に。気をつけよう。紹介されてないけど、結構立派な杉だよ。素晴らしい。そんな立派な杉に、矢印書かれちゃってる。岩に書けばいいのに。あ、本当だ。あ、じゃあこれ真ん中のルートここに戻ってくるんだ。なるほどね。真ん中のルート。じゃあこっち上がっていくんだね。辻。辻だね、ここは。ですね。はい。どうぞ。じゃあ鎖が22個あるのかな。ああ、奥の院だね。木の中で雪がこんなものだったんだよね。そうだね。あのはしごも登るのかな？登るんでしょうね。お参りするためには。あいつの岩に足かけて。あ、じゃあ来た方がいいですよ。はい。お地蔵さんいますよ。わかりました。お参りしましょう。楽しみだ。お参りしよう。お邪魔します。このはしご別に固定されてるわけじゃないんだ。かかってるだけなんだ。気をつけないと。本当だ。こんにちは。お邪魔します。先生の天下の美。あ、イビスさんもいる。すごい。神聖な場所だ。お邪魔しました。全日本記録になりました。ダメですよ。何？参加者じゃない西川さん禁止。じゃあ、俺たちも、かぶっちゃうぜ。おかぶりになりますか？そうそう。そうだな。じゃあ、奥の院のところから、ね、ブラックダイヤモンド。ブラックダイヤモンドですか。久しぶりに見たな。親父のお古。親父のお古。お父さんのお古。お下がり。いいじゃないですか。ねえ、じゃあ面白いの見せましょうか。安全対策バッチリじゃないですか。何、タスキ掛けすんの？そうっす。へぇ。これで。うんうん。これで。うん。こう突っ
込んで。ああ、そこにそんで、カラビナ、で結ぶんだ。ここで。はい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 。突っ込んで、はい。ここじゃないですか。これ。ここに、こいつあるでしょ、はい、これ。はい。こいつを、ここに突っ込んでやって、はい。ね、ここで。ここで。ね、これで。で、私の安全装置は、出来上がりと。ずるい？ずるい？ずるい。自分だけ滑落しないってずるい。じゃあヘルメットかぶりました。じゃあいきますか。奥の院のところで。鎖ありがたいね、これ。これロッククライマーってすごいですね。すごいね。鎖がないと俺なんか無理だね。怖いわ。うん。オッケー。オッケー。よし。2/22。奥の院横、登ります。おはよう、ご苦労さんです。はい、マップ。高かった。録画しておきましたからね。ありがとう。ね、いや、安全第一だから。いいんじゃない。で、見たらこれあるでしょ。これも一個。これもね、昨日学んだの。これそういうこと。そういうことだ。そういうこと。いよいよ始まったな。アスレチック感じ。すごいね、これ。よいしょ。あ、ほこらだ。上から見れるの。上からや。すごっ。あ、こっから光を差すんだ。落ちないでよ。気をつけてよ。どれどれ。どれどれ。ああ。上から見えるんだ。なんか上から、なんか、見るってなんか失礼な感じがする。行ってきまーす。四つ目。ここは比較的簡単って言ったらあれか。危険は危険だけど。まあ落ちたら危ないです。そうだね。どうぞーって言ってね。取ろう。じゃあ四つ目行きまーす。なんか、ビデオカメラが気になっちゃうんだよな。滑り落ちたら、痛そう。ああ、景色いいわ。だんだん木が少なくなった。ああ、景色いい。すごい。あっちの方、行くのかな？あの尾根。あれ？いや、行かないんじゃない？あっち違うの？わかんないです。見晴らしまで来ました。先っぽで。うわあ！うわ、ダイナミック。すごいね。
すごっ。浅間山、あれか。あれがそうなんだ。白い。雪かぶってる。邪魔だな。早く行けるようになってほしいな、浅間山も。あっちの雪かぶってんのが谷川岳とかなのかな。違うか。相変わらずわかりません。すげえ雪積もってる感じですよ、ここは。ねえ。はぁ、あ、関東平野もすごい。よく見える。里山の風景です、下は。下はね、見晴らしどころからの眺望でした。あ、それか、目の前の。そうだね。狭そう、本当に。挟まっちゃう。雑がダメだな。ほんと。横行っちゃった方がいい。行っちゃった方がいいですね。ああ。最高。ほっそ。おお。これが噂のビビリ岩ですね。どこら辺が？どこが？これが、ここら辺からビビるんだ、ちょっと。じゃあビビる前にちょっとこれ。あ、そうだな。一息入れてな。はい、確かにね。そういうのも大事だね。これね。はい。俺も飲んどこう。わかった。ちょっと鼻も噛んでいいですか？いいっすよ。これね、わかりました。この岩。ビビリ岩行っちゃった。え？じゃあビビリは行こう。え？セビレイは。あ、セビレみたいに細いよってことか。あ、確かに右左ちょっと切れてるからね。なるほど。はい。お、こっちだ。大野崎。そっちは、そっちへ行く方ですよ。こんにちは。すごい。ええ。そこロッククライミングやる人いるのかな。それこそこれはオーバーハングしてるけど。うん。すげえな。おい。こんにちは。いや、向こうから手振られてる。へえ。前にパーティー、三人組のパーティーの方がいらっしゃる。後でどっかで追いつくかな。よし。降りよう。ありがたいわ、鎖、本当に。こんなの相当かかるぞ、鎖なかったら。たまにはな。よし、OK。天狗岳まで来た。ヒデさんは、天狗岳じゃなく、俺は腰砕けだとか言って、全然平気なくせに。行くことなし。景色なし。景色なしってこういう、もしもね、こういう動画見て楽しみにしてる人は、景色なしでどの程度景色なしなのか見たいわけ。枯れだけ。ああ、見晴らしのところのが全然いいね。こういう感じです。これあれだね。
葉っぱがついてたら何にも見えないね。かろうじて葉っぱが落ちてるから隙間から見えるけど。ちっちゃく誰かが天狗だけ。先取っちゃう。そんなにアップで撮ったらさ、大きい看板があるって勘違いしちゃうでしょうよ。来たことない人が。結構ちっちゃいよね。手のひらサイズぐらい。いいね。優しいね。わざわざ持ってきてくれたんだね。1084メートルということですね。うわ、あった。折り切った天狗だけ。折り切った感じだよ。降りた分また登んなきゃ。なんか分岐？タルソキサワ。タルソじゃない。わか。横に棒があった。タルワキサワ。降りれるんだ、これ。でもあの地図だともう一個そうまでくのやりますけどね。ここが真ん中の道ですね。なるほど。あ、お兄さんですか。ああ。滑落などの事故が多くの危険ですので。おーい。技術と体力も。あ、自信がある方は。自信がない人はじゃあそこ左に戻れってことだな。そういうことですね。ああ、なるほどね。はい。なるようになるんで。なるようになる。なるようにならない場合は、どうすればいいんでしょうか。引き返してください。引き返すってことね。なるほどね。結構切り込んでる、これ。あれを逆から見ても聞いたんですよね。あ、さっきね。あそこも行ったんです。あそこも行ってきたはずだね。やば。こう見ると、標高こそね、あんま高くないけど。高いわ、これ。標高の問題じゃねえんだよな、やっぱな。おー、来たじゃん。こんにちは。こんにちは。ビデオ撮ってた。元気いただいた。かわいい。看板がおしゃれ。他人のように置いていくというね。行きましょうか。タオルじゃね。本当だ。この先高本市付近滑落死亡事故が多く発生してます。だって気をつけます。念には念を。ほっきりほっきりっていうところが一番谷なんだよね。ね。左落ちたらただじゃあすまだね。鎖つけてくださいよ、おじさんたちのために。ある程度行ったらもう登っちゃうよ、はい、ある程度行ったら登るよ。ああ、もう落ちないでしょ。すいません。あ、ほっきりだ。ほんとだ。中間道って書いてあるね。ここからも降りられるんだ。近いな。よし、じゃあ。ほっきり。中間道。中野岳神社。あ、めっちゃ早いわ。ここから標準タイムで3時間ぐらいって書いてあるもん。折り切りと書いてほっきりと読む。です。ここから3時間ぐらいだって、神社まで。中野岳神社。よし。行こう。でも半分、ちょうど半分来た。22分の11。あとじゃあ半分だ。そうですね。うん。よし。久しぶりに出てきた。
22分の11、ほっきり越えて1個目の鎖場ね。滑って落っこちんなよ、パン食いながら。本当だ、これで一つだ。星穴沢橋、小穴沢どうかな。あ、この先高戻しの通行禁止を平成28年12月5日解除しますって。あ、じゃあ平成28年の時は通行止めだったんだ。へえ、だいぶ前だね。28年、高戻しはだいたいどこなの。まだこれ13に入れてくれるんだ。13に入れてくれるんですね。さっき鎖欲しいところ数箇所あったよ。もう、ここなんかここ13に数えなくてもいいところっぽいけど。こういうところもあるんだよな、おまけの1個みたいな。せっかくだから楽しもう。両手使わないと登れないね、気をつけないと。15来た。ああ、ここら辺がちょっとオーバーハングしてんだな。なちょっとオーバーハングしてる。カラスも応援してるぞ。カラスだった？多分カラス。ここちょっとオーバーハングしてる。15ここ16。それどころじゃないか。15だね。15番ちょっとオーバーハング気味。そっくり返ってる。気をつけないと。あ、ここは絶対腕の力がないと大変だ。っていう割にはすぐ終わった。なんだ。そっくり返ってる。気をつけないと。あ、ここは絶対腕の力がないと大変だ。っていう割にはすぐ終わった。なんだ。よし。あ、そしてはしご場だ。次は。仕方ねえからって何だよ。どうすかね。22分の15を過ぎて、すぐ、いいからそういうの。すぐちょっと長めのはしご場です。結構長いのかな。終わりか。はい。2016年11月に安中氏がつけてくれたみたいですね。はしご、ありがたい。すごい安定してる、このはしご。そうですね。全然、ぐらつきもしない。安心、でした。ありがとう。待ってください、待ってください。ああ、素晴らしい。綺麗。浅間山が隠れちゃってたんだな。
あ、本当だ。ここが噂の高戻し会ね。どうも。あ、全然いいですね。はい。浅間山がな、残念なんだよ、ちょっとな。そうですね。木の枝がいらないな。木がね。ここが高戻しね。今いい位置が取れましたよ。うん。ね。うん。綺麗でしょ。じゃあヒデさん気をつけてね。大きなお世話か。人の心配するより自分の心配しろって言われちゃうな。ここからあれだ、横歩き。カニバイ？横バイ。カニの横バイ。行くわ。行っちゃおう。行くよ、待って。はあ、疲れた。はあ、鎖を離すなって書いてある。高戻しだな。鎖離すなって看板があった。ね。さすが使ってるわ。使ってるわ。両手離しても落ちない人。さすがっすね。ああ、ちゃんとダブルで使ってるわ。さすがですね。これ。いらないけどね。もういらないね。やば。高戻したかもしんない。マジ？うん。高戻したっぽい。無事に高戻しました。ああ、一番高いところがそこら辺だからもう。ね、まあ、戻した感じでしょ、うん、何も書いてねえよ。ヒデさん、今高戻し無事に通過してきたと思うんですけど、どうでした？ダブルで命綱使ってますしね。あれ安全第一でね。もう落ちましたからね。じゃあ、今日一番の大変だったところはもう、無事にね、通過できたんで。でもこの先まだあと、二段ルンゼ。あ、そうなんだ。二つ三つ険しいところあるみたいだからな。待って、これは本当に終わり？二段ルンゼ。まで来ました。おいしょ。命綱いらないですか？いらないですね。おう。あの山越えていくのかな？なんかそれっぽいな。あれが東岳なのかな？そうだな。結構長いんだな。ゆっくり降りよう。気をつけて。
ああ、なるほど。こういうとこ慌てちゃダメだね。ちょっと肝心なところはあのフレーム外れちゃったりして、あっ、おおー、ぶねよかった、そういうことしちゃった。またか、ワークマン。ワークマンだからじゃないと思うんだけど、最後ね、鎖ゆるゆるしてて、うん、一番めんどくせえとこなんでゆるいのみたいな。ここそう、二段ルンゼ、無事に降りてきました。登る方が簡単かな、ここは。中野岳神社よく見えるな。金色の恵比寿さんも頭だけ見えますね。東岳、東岳かどっちかなんだろう。ここで22分の18って。険しいのかな、この先が。おしゃれ。ああ、あれが通過してきた相馬岳、相馬山。綺麗。あっちの山々が何なんだか知りたいけど、二つピョコンピョコンとあるの。あれか、いつも上信塚見えてたあの。ああ、険しい山な、はい。そうだね。あそこら辺だね。ワークマンのアクティブハイク、ここまで何の問題もないです。おお、高い。ここでおふざけは厳禁ですぜ。下の紅葉が綺麗。すごい。はい、気を抜くと危ないから。はい。っていうことかな。何でも経験だな。日々勉強です。みたいなね。結構急だね。結構急だわ、これ。22分の20。ふんぞり返ってまーす、多少。左ね。はい、わかりました。切れ込んでる。豪快だね。あ、それね、うん、今いた東岳。妙義山に似てるけど、山って形です。今日最後のピークかな。まだもう一個ぐらいあんのかな。来た。これが中岳、中野岳ですね。こんにちは。無事にここまでやっと来れましたよ。浅間山はずっと一日中ガスってましたね。一日中雲かかってたね。見えなかったね。いや、天気良かった。もう12月の、ねえ、はい、もう幸せに入ってるのに。こんなに暖かいな。これが最後か。あ、
ここに番号書いてある？これ多分22番、あ、22番。まだ20番まで。そうだよね。じゃあこれ21番だ。あ、ここ21番書いてある。あ、書いてありますか。ふざけんなよ。どうやって撮るんだ。ちょっとそこに置いてから撮りますんで。わかりました。気をつけてください。最後まで気を抜かないでね。了解です。じゃあ中野岳さんお邪魔しました。帰ります。本当？21番。気をつけて。本当だ。向こうが見えないじゃん。下が。ああ、そうだ。腕の力使うとこだこれ。使った。使ってないですよ。殿下の宝刀。休んでただけ。代々伝わる。ああ。いいな、本当。羨ましくなっちゃうな、本当に。逆に。どうですか。そんで、はい、あの、たすき掛けにしてる紐がプチンって切れて。プチンって切れて落っこっちゃえ、もう。そんな見せびらかしてると。よいしょ。行く？でもこれここにつけるだけじゃ、落ちたときそのまま行っちゃいますよ。あ、そうだね。ザラザラザラってね。これで。ああ、あれはやっぱり安全登山の見本だな。本当に。本当に素晴らしいと思う。足場だよね、これね。足場。素晴らしいよ、その、心構えが。安全第一。ここまでか。めんどくせえ。めんどくさい場合もあるけど、命には変えられませんよね。もういらね。いや、めんどくさいって言った時が、やっぱりそう、危ないんですよ。はい。OK。とりあえずお疲れさん。これ上と下2段合わせて22分の21なんだ。下にいない方がいいかな。万が一あの人が落っこってきたら俺の上に落っこってくるからちょっと避けとこう。撮影させてもらってますよ。そういう。そう、気抜かないでよ。足が微妙なんだよ。ほんと、あの上にいたんだ。えぐれてる。下から見るとちょっと怖いけど。へぇ。そして結構、こう見ると、やっぱ険しいよね。よいしょ。アドベンチャーチックで楽しいじゃん。ほんとアドベンチャーチックで楽しい。あ、じゃあこっち西岳だけど行けないんだ。残念。この先は危険、入るな。一般道に、平ず。平ずって言うの？なんつうの？あらずか。一般道にあらずって言うんだな。へぇー。一般道にあらずって書いてあります。ルートはあるっぽいんだけど。入るなって書いて、強く書いてあるから入りません。もちろん、おじさんたちは。最後の22番か。ですね。なんか寂しいな。まあ。終わっちゃうのね、みたいな。アドベンチャーも。下から来られたね。待ってよっか。ヒデさん、先登るか聞いて。先登るなら登って。わかった、じゃあ降りる。行きます。お、あれ。ああ、お疲れ様です。ありがとうございます。そうだ。楽しそう。いいな、これから。ヒデッチにこれ、パカって入れろって言われたよ。これね、これをこうやってこう入れて、入れたらこういう子にして。
わかった。ここにも。ここにも何かが入るんですよ。本当だ。で、これいいなぁ、これ。そうなんだ。すげえ、新しいやつって。対岸の入り口にもあるね。ザイルなど装備のない方は、途端技術のない方、立ち入らないでくださいね、だって。お邪魔しました。保護されてる。プラスチックがちょっと曇ってきちゃってるけど、これより上級者コースって看板がありますんで。よっぽど危険ですよって、訴えたいんだろうな。いくつも看板があります。やだー、枯葉の、枯葉が深い道はやだ。また、危険だから入らないで、だって。滑落事故が発生しました。一般登山者は遠慮して。出没注意だって朝いたの何だったんだろうな、本当に。滑落事故が発生しました、だって。熊出没、鈴やラジオなど音の出るものを身につけてくださいって書いてあります。朝いた獣は何だったのかわからないけど、熊ではなかったと思うんだよな。すぐそこだって言うから行ってみよう、見晴らし台。ちょっとルートそれて。よいしょ。越えてきた道を見えるんだ。来てよかった、なんか。見晴らし台って看板が、ちょっと色あせてるけどね。歴史を感じますね。あ、祠もあんじゃん、はい。神様入ってない感じだけど。お邪魔します。いやー、行ってきたな。あれ、なかなか降りてきたね。そうっすね。険しい。あそこは本物だ。本物の切れ込みだ。あそこは行ってないよな。険しい山。そういうの教えてくださいよ。よし、ちょっと。響いてる、ヤッホーって言ってみて。すごいこだましてる。あ、石門だ、あっち石門。あ、石門、あ、また別のルートか。なるほど。あ、そう。あそこが開通したら行ってみたいですね、じゃあ。そうだね。また機会があったら今度違うルート行こう。ね。野坂さんが行けるやつで。そうだ。あそこが石門なんだ。あそこくぐっていくんだ。よくああやって穴開いたもんだな、しかし。やばいこれ。今日もワークマン全然平気でした。最高。こうゴツゴツした岩の上とか、歩いても足の裏痛くないし。あと80メートル。全然平気だ。上から声が聞こえるよ。え？上から、あ、違うのか。うわ、丹沢以外に山ビル注意なんか。いるんですね。怖。よっしゃ。山ビルと熊注意。なんか見えてる。高い靴履くと気にしちゃってしょうがないっすね。神社まで来た。あ、懐かしい。修行したところなのかな。
ってないんだ。岩すごかっこいい。ヤマトタケルの御事様でしょうか。旧入魂夢甲子園高級室だ。野球大国さんです。台がボールになってる。左手がグローブ、右手がバット。ここでお参りすれば甲子園行けるぞ。ありがたい。なんか幸せになれるような気がする。もう完全に登山から観光になっちゃった。必勝の神中野武神社、甲子大国神社。完全にもう観光モードになっちゃったんで。あ、あるから大丈夫。ありがとう。大丈夫。食べたいなとほどまで甘いもの欲しなかったんで。12時半、帰ろう。帰りましょう。楽しかった。いや、アクティブハイク全然平気だったな。これでいいっていう人は、これ全然平気でしたよ。妙義山も。これ妙義山行って無事にさ、行ってきてさ、はい、どこも壊れなかったら、これ大したもんじゃないのこれ。まあそうっすね。ね。本当に。全然、全然問題ない。お高いんでしょうね。中野武神社で終わりかなって、もう完全に気が抜けちゃってるけど、あと3キロ歩かなきゃいけないからな。 3.5 キロか。これ登山じゃないよ、全然普通の歩き。カニの横ばいっていうのが第一石門。石門だか石門だか。へー。あ、鎖門があるんじゃないですか。1から2までがカニの横ばいなんじゃないですか。ここね。はい。縦ばいはないんだ。ないです。縦ばらない。私たちはこう言って、この赤線降りてきたんだな。そうです。外の木は無視。あれ、じゃあこっち俺たちが来た。大の字。あ、ここか。妙義神社から大の字。あ、こう言って。で、木の院から見晴らして、ああ、そうずーっと行ったんだ。バラ尾根って言うんだこれ。ああ、ほっきり。あれはまあ、えほどこの絵ほど下ったわけでもないですけどね。そうだね。でこう来たんだ。へえ。面白かったです。まあ、仮の小手調べって。行きますか。じゃあカニの小手調べ、なんでか、なんでカニの小手調べ。面白いのあるんじゃない。面白いのあるよね。ここ行ってみたいよね。そのうち通れるようになるかな。まあ、そのうちでしょうね。いや、ビルチ本当だ。何でいるんだ。山ビルいるんだ。ここもおしこしや。俺も
何ここ。筆頭岩は登山できませんって言ってました。え？あれが筆頭岩って言うんですかね。あ、筆頭岩。なるほど。あれは登山できないってこと。本当に登山になっちゃった？本当だね。あ、本当だ、紅葉綺麗、ここは。かろうじて。あとに出しちゃう。お！天狗岳、相馬岳ですよ。あ、真ん中がそうなんだ、相馬なんだ。天狗岳ってあの、四角いやつ。うん、天狗岳あったよね、はじめに。あそこ越えてきたんだ、俺たち。そうっすね。すご。あれが相馬なんだ。あの尖ってるの。ここは何？バーベキュー場じゃないよね。バーベキューじゃ、休憩場？おにんばって何？休憩ポイント。あ、ここは両方ニコちゃんマークになってる。おにんば。金慶橋。そんなことは言わないよ。あ、クマ本当出るんだよ。だってこれ新しいもん、看板が。はい、今日の山歩きは終わりです。あれ、何これ、イノシシもやっぱりいるんだ。あ、じゃあイノシシだ。イノシシかもな。熊っていうのもあるかもしれない。登山道入り口でした。またできる後輩からもらっちゃいましたって言えって横で言うんで言わせてもらいましたけど、高麗もらいました。とっても美味しい、最高。熊出没注意、これでこれ新しいよ。じゃあ、そう、本当にクマだったね。はい、終了しました。無事に下山できました。2時前、のんびりあっちこっちブラブラしながら。お疲れさんでした。どうも。あ、もみじ綺麗あれ。